はい、皆さん、こんにちは。もち TV です。ということで、今回もイニングラマプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、レジェンド選手をちょっと一箸、まあ、先に使ってみようかなということ。オーウェン！なるほど。まあ、この選手は非常にね、好きな選手なんで。まだいっぱいだけど、まあ、とりあえずね、レジェンド選手いっぱいいるんで、まあ、できるところからやっていきましょうということで、まずオーウェンね。まあ、オーウェンって言ったらもう本当に2002年に1回もあるの。ワンダーボーイ、ワンダーボーイ。うん、まあこんな感じで、やっぱ決定力がね、もうレベル1の時点で高いと言った感じなんですけれども、うん、あとまあスピードと瞬発があって、まあ幸運がまあ6と。まあいいんじゃない？ということで、まあ別に全然悪くなくて、持ってるのがもうワンタッチシュートだけで。なるほど。でもラインブレーカーというものを持ってるんで、結構裏に抜ける動き。はいはいはい。とかをまあしてくれると思うんですけれども、今回はですね、シーズンマッチでスーパースターと。一戦やってこようかな。これね、あのイベントの方やろうと思ったんだけど、ちょうどこの前に撮ったやつで3200ぐらい確かザポイント稼げて、次がね、うん、あのビギナーとの試合になっちゃうんでしょ。ああ、なるほどなるほど。なんでちょっとここはね、あのシーズンマッチで、はい、やっていこうかなということで、まあメンバーはですね、前回のあのイベントのメンバーそのまんまのところに応援を入れて、まあなるほど、チームスピリットがちょっと88番落ちちゃうんだけど、まあしゃあないね。まあそれでもやっていければいいかなということで、応援前線使ってます。さあ、ワンダーボーイ。ちょっと相手をね、本命見るの忘れたんですけど、相手が、これ多分ね、これもファビオ・ペレスだと思うんだよ ね、相手。はい。はい、ということでやっていきましょう。まあでも、ヨンザーさん他にいいんじゃない？うん、応援ね、リバプールの時も好きだったけど、やっぱりレアルの時の応援。うん、早いの方が一緒。ちょっと早くボールを持てると。今いいですね、応援の特徴が出てる。じゃあ今、リバプールの時のっていうところだよね。うん。まあね、そうやな。ちょうどこれも19歳の時だもんね、応援がね。うん、若いよ。若い。まあね、イングランドに十分張ってたからな、応援は。本当に。かっこいいんだよね、プレーが。さあ。さあ、こちらは、リバラ。うん、相手もね、結構普通に強いスーパースターなんで、しっかりと立ち回っていきたい。おい。さあ、ジエゴ・コスタ。ジエゴ・コスタ下がってくるね。ジエゴ・コスタね、まあやるんですよ、結構。はい。で、キエン・リーニ、シルバ。まあ、最近はこのひし形褒めにはまってると結構やりやすくてね、これ、うん、使ってたんだけど、さあダビド・シルバーからもう一回アザールですね、はい、リバラ来た応援いやーまあちょっとここはね勝てなかったかさすがに惜しいね。でもなんかねやっぱまだ 1% なんで、うん、ちょっと動きもっさりしてるんですけど、うん、ただやっぱ裏の抜け出しとか嗅覚すごいんでここですね。おい抜けてきてズボンワンダーボーイ。え、今、ダイレクト？そう。ワンダーシュート。ワンダーシュートや。これ見てもらえば分かるんですけど、あの、ファンダイクだと思うんだけど、ちょっとね、裏に行く動きして、うおい！意識をね、行ってるんだよね。ここ、この場面ね、フォワードっぽい。おい！やっぱあの、裏の抜け出しだよね。要は、ワンダーシュート来たね。あの、ファンダイクに吹っ飛ばされ、ファンダイクだよね、多分あれ。相手のバック分かんないんだけど、やられたんだけど、そこをね。あの、一瞬の速さ持ってるの怖いな。うん、ファンダイクだ。そうだね。あれ狙えるもんね。いや、あれはね、だから俺なんか本来ならば結構しっかり、うん、あのね、選手が裏に抜けたら出すようにしてるんだけど、うん、結構応援のあのラインブレーカー生かそうと思って、やったらあんな感じでいいね。感じで裏に抜けたんで。さあ、これはディバラですね。中央から崩していくと言った感じ。いや、あれでも応援はちょっとやっぱ早いから。そう。普通にあの一瞬の速さであのラインブレーカーの動きされると結構やばい。ワンタッチ打てるからね、あれ。しかも、何普通に戦術適用率、うん、1%でレベル1だからね。いや、これマジで、まだ初めて使ってるだけだから。うん。楽しみな選手だよね。これ、うん、もしかしたら、とつりてえもん、これ。ちょっとあるよね。いや、俺マジでさ、かぶんなら応援かぶってほしいんだよね、本当に。金スカーとかでさ。そう。かっこいいんだよね、やっぱり応援は。プレイがかっこいいからさ。あんな感じのことやるからな、普通に現実でも。うん。マジ見てたからな、応援は。やっぱ応援とベッカムや。さあ。さあ、ここもね、裏に抜け出して。おい、膨らむ。これオフサイドですね。まあまあ、膨らむって言ってもね。まあちょっと見てもらえばわかるんですけど、ちょっと出てますね。おっさ、だいぶね。さあ、これが戦術行くより 100% になって、レベル上げてた時みたい、やっぱ応援は。どういう活躍するのかっていうのも。あのシュート、あの抜け出しはちょっと止められないもんな。そう。あの、だってさ、タイミング出されてさ、うん、もうワンタッチシュート打たれたら、もうね、しゃあないしゃあないよ。カーソルが何もじゃないからね、はっきり言って。応援ってどうなんだろうね、今の子たちは中学生とは知ってる。いや、でも、あれなんじゃない応援ぐらい、応援ジェラードとか。まあ、ジェラードは知ってると思うけどね。中高生知ってんのかな応援とかはね。結構、まあ、言うて、あれだもんね、前世紀やっぱ2006とか2002とかぐらいだもんね。
応援すごかったな。すごかったすごかった。やっぱベッカも応援ジダンとかね、あの前世紀のダイゴロ・ロナウドとか、うん、のあのグティとかさ、うん、グティミチェル・サルガドとかさ、なぜグティミチェル・サルガド、マケレレね、影の。あ、マケレレ。マケレレが相当効いてたけど、マケレレ欲しいな。ああ、やっぱフィーゴとかさ、あの時代のね、選手たち。ルイ・コスタ。ルイ・コスタとか、もう本当に大好きだったな。あー、あとこの中。これはさすがに厳しい、ワードワンだ。やっぱいいよね。さあ。さあコンパニーから蹴ってくるね。そうなんかね、結構スーパースターのファビオペレスってちょっと変わった。あ、なんかこれが多いんだよね、ものすごい。でなんかね、まあ、6ペンでゴリってくるっていうのが多いんで、まあ、対処はしやすいのかなっていうのはそうだねあるんですけど、結構めっちゃいるんだよね近くに、うん、もう選択肢が常に2個持てるんでやりやすいなっていうまあそうだね。これはね上がってくるしね、サイドもここポンって出せるんで、なんかよくねっていう。どう？そうだね。結構いいよね。うん。常になんか選択肢は多いような感じがするんで。さあ。うん、ここでね、うん、この入ってきた時の精度が、そうだね。まあやっぱり求められるのかな、うん、この監督だと。だこの監督だとまだ、まあそんなに使ったいのはわからないけど、うん、要は自陣でのパス奪われるとやばいね。なんで枚数3枚だから、結構やられちゃうけど、うん、まあ中盤とかは本当硬いんで枚数多いから。まあそうだね。パスコースも多いんで、中盤であまりミスるってことはないんじゃないかな。さあ、ディバラ、ナインゴラン使っていく。そしてシルバー。これ、こう通る。シルバー。お、上がってくるか、ここも。うん、相当高い位置取ってるな、ナインゴランが。さあ、応援。応援がちょっと持って、シルバー。さあ。アザール。もう一個をこねて。さあ、もう一回ナインゴランですね。遠い。ただ、頑張るのよ。ナインゴラン。打っていく。強烈なシュート。これカウンター来るな。うん。3枚がでもまあしっかり引いてるんで、うん、まあそこまで怖くないのかな。で、アザールもかなり深い位置まで戻ってたんで、うん、結構いいんじゃないかなと。そして応援。ちょっとトラップがね、うん、トラピーがちょっと伸びちゃいましたけど、切り替えて守備。ポグバ。強い。ここでポグバいるの相当うざいな。そうだね。さあ、ベイちゃん。さあ、これは来たんじゃないか、ベイドリ。ベイドリ。ベイル、さあポグバ、うん、シルバー、厳しい。ダブルタッチやりすぎ、うん、あれはいいんだけどね、結構。そうだね。シルバーもね、やっぱ普段使わないんですけど、シルバーとかも、うん、使いやすい選手ではあるよね、非常に。あー、ここ頑張りだったね。オーエン、やっぱ体力がちょっと、ちょっと使いすぎ、俺、うん、使いすぎてるね。あまりにもね、やりたい。能力的には体力がある方なんだ。スタミナどうだったかな。おい、そんなに高くはなかったかなといったところですが、うん、やっぱり決定力が84っていうのは脅威だね、結構普通に。そうだね。うん、高い、普通に。初期位置だからね。そう。さあ、ベイちゃんから、ダビド・シルバー。これもね、狙ってみたんだけど、ね。なるほど。ちょっとね。普段出さないんだけど、ああいうパスは。さあ、ナインゴランが前から奪っていくコンパニーのボールを。これ来たか。ショーエンが中に待っていてワンタッチシュートといった形のね、いいゴールですね。よいしょ。まあ、ここでね、やっぱ2枚でかけたんですよね、プレシジョン、うん。で、ナインゴで運んでって応援の動き出し。いい動き出ししてるわ。よいしょ。抑えるだけといった形でね。意外といいのかもしれん。これ、とつるべきかな。いや、俺、だからマジでレジェンドで被ってほしいね。でも、今、あれだもんね、マクマナーマンが、マクマナーマンも相当強い、あれ。ちょっといいんじゃないかっていう話出てるんで。ドリブルめちゃしやすかったけど。その動画もね、撮れたら撮っていきますと。マクマナーマンはやりやすかったな、ドリブル。さあ、3バックもまあ言うてそんなに。そうだね、感じないね。4バックのなんか俺めっちゃ失点してたような感じがするんだ、うん。でもまあ、スーパースターだからな、まだわかんないところあるな。じゃベイル。ベイル。ウェイ。ウェイ。おい、片手一本。ここは一個トラップしといてもらった。まあ、トラピーしてもいいね。さあ、この辺からはめていきたいね。まあ、枚数は多いんで、中盤で。高い位置で奪えられれば奪えるほどチャンスになる確率が高い、ね。これを異常にやってくるけどさ、自由コースターめがけて、クリロナとパワーサッカーやん。まあ、そういうのは強いね。なんかコンピはそれ設定なのかもしれないね。そうだね。ディバラもね、やっぱ結構いいね。うん、外せるね、十分。さあ、応援ダブルタッチ入れていく。もう一回応援ですね。あと、まあ、ドリブルもね、こねれるんで、それなりに。そうだね。そう。
瞬発がね、あるのが、まあ、ちょっとまだこの動き、ずれてるけど、ここら辺はね、先日1だから、まあ、しゃあない。これはしゃあない。これはまあ、素直にしゃあない。そう。さあ、ジェイコスタ、怖いよ。抜かれていくか、アスピリ。あとはもうクリアするだけです、ね。うん。まあ、てな感じで、やっぱ、オーエンは、まあ、応援だなと。すごいね。って感じで、まあ、本当にね、まあ、戦術的クオリティについて初めて使ったんですけど、非常に使いやすいし、やっぱりラインブレーカーっていうのが、すごかった。いいんじゃないかなって。ナイス、ナイスワンダーボーイ。ナイスワンダーボーイ。ここね。ここ。ドーンみたいなね。これ、だからワンタッチシュートがあるとね、ここでタッチしなくていいんで、うん、もう足の裏から行ってるけど、スライディングしながらね。やっぱかっこいいシュート打ってくれるということで、かなりね、期待できるんじゃないかなと。うん、まあ、ジェラードもぜひ欲しいんだけど、そうだね。やっぱあの時のイングランド、もうリオファーディナンも出してくれ。ああ、なるほどね。ああ、ベッカムとか作れるやん。いや、もうそれやばいよ。全部出してしまったら。クラウチもさ、取ってさ、あの時のイングランドみたいなのね、作れたら面白いのかなといった感じでね。これでね、レベルはまあ、上がって5%、あの、戦術的クオリティの 5% と。3になったんで、まぁ、あ、ちょっともうちょっと育てていって、また戦術的クオリティ上がってったら、また応援の動画とかも。応援ってコストはどうなの ?27 なんで、まぁ、あ、そこまで高くはないかなっていった形でなね。うん、ただまぁ、フォワードしかできないんで、基本的に。そうだな。だからまぁ、どうだろうね、コストが低い監督とかで使うときには、やっぱいろんなポジションできた方がね、コンディション程度もまぁ6なんで、まぁ、あ、そこまで高いってわけではないんで、ね、まぁ、あ、そこら辺の起用法とかも、今後ちょっとね、応援使ったりとかして考えていければね。いいんじゃないかなと。なるほど。思います。ということで、また次回のご視聴、さよなら。バー